午後1時前神戸連続児童殺傷事件で亡くなった長谷淳君の父親守さんが弁護士らとともに最高裁に入りました26年前神戸市須磨区で当時14歳の少年 A が長谷淳君ら5人の小学生を殺傷しました少年 A はその後神戸家庭裁判所での少年審判を経て医療少年院に送置。 2004年に21歳で仮退院しましまた少年審判の事件記録は少年が26歳に達するまで裁判所で保存するよう定められていてそれ以降については資料的価値が高い場合や社会の樹木を集めた事件は最高裁の内規で永久保存が義務付けられていますしかし去年10月 神戸火災が事件記録をすべて廃棄していたことが発覚しました失われた資料はどのようなものだったのかその手がかりが残されていました当時少年 A の付き添い人を務めた工藤良次弁護士です捜査記録の目録です 家庭裁判所にどういった捜査資料が送られたかということがわかります。目録だけですけれど。これは捜査関係書類の目録。少年 a に対して取られた大量の供述調書など。捜査関係文書だけで千点以上に上ります。また押集物目録を見ると。 新聞社に届いた犯行声明文なども事件記録に含まれていたことが分かりました段ボールで4、5箱分にはなったんじゃないかと思いますねまず最初に聞いたときはあの驚きましたよねこれだけの事件の記録を配布してしまうんだったら一体今後どういう事件だったら残してもらえるのかね犯行に至るその 精神の形成過程とかねそういったところをこう検証するという意味でも貴重な資料になったんじゃないかな実は事件記録を廃棄していたのは神戸火災だけではありませんでした奈良県田原本町の少年による放火殺人事件や京都府亀岡市で小学生など10人が死傷した暴走事故など世間の地目を集めた事件の 記録廃棄が相次いで発覚しました。これを受け最高裁は。適切な保存のあり方を見直すための有識者会議を設置。今日。被害者遺族の長谷衛さんから意見を聞きました。被害者、子供が生きた。証そのものを奪っていく。状況、あの。ことだというふうに思っています。少年法改正以前の事件でしたので。あの、全く。 事件記録閲覧もできませんでしたので事件記録そのものは私たちがそれをあのその命を奪われた理由に近づく大きな資料事件記録の残残に管理することがいかにこう被害者遺族にあの及ぶ影響っていうんですかねそれをあの分かってほしかった廃棄に至った経緯ですねそれをきちんとあの解明していただいた上で記録保存 に生かしてほしいというふうに思っています